橋高代は、日本の女性総合格闘家。東京都墨田区出身。和実継修会アクザ所属。元ディープジュエルズバンタム級王者。元スマックガールミドル級王者。兄は総合格闘家の友もひろっく84。体格で兄を若干上回ることから、スマックガール参戦時は、ビッグシスターのキャッチコピーがついていた。兄に影響で、 和術研修会東京本部に入門。昼は会社員として働き、夜にトレーニングを積むという日々を送っていた。2004年9月4日、総合格闘技デビュー。2005年8月17日、スマクガール2005ダイナミックで行われたザネクストシンデレラトーナメント2005から 59kg 級決勝で、席の瞳に腕ひしぎ十字固めで一本負け。 2006年7月23日には、ハットリを決勝で下し、スマックガールグロープリングクイーントーナメント2006、無差別級で優勝を果たした。2007年4月15日、アブダビコンバットの日本予選で優勝。5月6日から5月7日に、ニュージャージー州トレントンで開催された、本大会では準決勝で、タララローサに敗れたものの、3位決定戦では、 関の瞳に勝利を収め入賞を果たした。2007年9月6日、スマックガールミドル球場をタイトルマッチで王者の関の瞳に挑戦し、判定勝ち。王座の獲得に成功するとともに2年前のリベンジを果たした。2008年4月3日、カリフォルニア州で開催された FFF4 でアマンダ・ブキャナーに判定勝ち。2009年4月25日、 バルキリー初参戦となった、バルキリー02で、米沢ちっさと対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2010年2月26日、ストライクフォスチャレンジャーズ6のストライクフォス、女子世界ウェルター級王座決定戦で、サラカフマンと対戦し、ジャッジ3者とも45から50で判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2011年5月14日、 コロラド州で開催された FTW でキャット・ジンガノにスラムで小負け。2012年3月3日、ジュエルズエー,ティーンスリングで63モダフェリに判定勝ち。2014年5月18日、ディープジュエルズ4でのディープジュエルズ初代ミドル級王者決定戦で杉山静香と対戦し、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2014年11月1日、 インビクタ FC 級でのインビクタ FC フライ級タイトルマッチでバーブホンチャックと対戦し0から3の判定負けで王座獲得に失敗した2015年8月29日ディープジュエルズ級でのディープジュエルズバンタム級タイトルマッチでキムジオンと再戦し0から3の判定負けで王座防衛に失敗して王座陥落した2019年4月14日 パンクラス304の初代パンクラス女子フライ級王座決定戦で父持発射と対戦し判定負け。王座獲得に失敗した。2020年7月24日パンクラス316でライカと対戦し判定勝ち。ありがとうございます。